みなさんこんにちは、森崎アリスとこうちゃんです。これなんか失礼だ、ごめん、ダメだ、これダメだいいんじゃないの、ごめんなさい。はい、ということで今日はですね、お久しぶりに質問動画を撮りたいと思います。わーわー。でね、あれなんですよ、恋愛に関しての質問が届いてるの。あやねるちゃんからDM で届いたんですけど、これ名前言ってよかったのかな。ダメだ言ったらお前。え、多分いいやつだと思う。だえ、だってあやねるちゃんごめん言って悪かったら多分大丈夫だと思う。 JK1 と女子高生1年生。若いね、女子高生1年生。女子高生1年生っておかしくない？女子高校1年生のあやねるちゃん。アリスちゃん大好きです。これからもずっと応援してます。仕事も YouTube もファイト。アリスちゃんに相談です。私には好きな人がいます。その人はクール系のちょっと無口な人で、休み時間とかお昼ご飯の時とかにずっとイヤホンで音楽聴いてるような人です。かっこしかも芸能人の中村葵くん激似です。わら、あら爽やかじゃない。と、最初は彼に全く興味がなかったのですが、毎日のように授業中やすれ違うたびに目が合ったり、いきなり私の前に立って私の顔を見てくすって笑うだけ笑って立ち去ってったり、彼の友達からあいつの iPhone の写真のフォルダにお前の寝顔の写メとか横顔の写メとか結構あるらしいぜと報告されたりして勘違いしてしまい、結構惚れてしまったのです。かっこ純粋バカです。はい。え、待って、ちょっと待って、男子的にはどう？男子的には俺はそういうことしたことないけど、なんか本当に好きだったらなんかそのドラマみたいにさ撮るのはあるじゃん。でも本当に、もう本当キャラクターとしてね、あやねるちゃんを見てて本当寝顔が面白いとか、本当その寝顔が可愛いからただキャラクターとして撮ってるっていうのはあるかもしれないよ。私は前提に話してるでしょ、そんで惚れてしまいました。どうにかして LINE を交換して、あら便利な時代で、名前なんて呼んだらいい、誕生日いつなどの LINE 上での普通の会話はできたんですけど、いざとなると学校で直接話せない。なんで学科別なので3年間ずっと同じクラスなんです。はあ、幸せじゃないですか。3年間取られ放題じゃない、ね、3年間同じクラスなのに1回も喋らないのはさすがに辛いです。それはないよ、それは絶対ないよね。喋んじゃない、3年間も一緒にいるのに絶対人と喋んないとかないよ、絶対。むしろ、分かった、はいはい、ペンとかわざと落としてみたら、目の前でペッて、そしたら拾ってなんか一言見こと、何あざといっす。え、だってそんぐらいしないと話せないんだよ。だってあれね、うちゃん、だってそんぐらいしないとあっちも言葉発さないんだよ。あっちも言葉発さなかったらこっちが発するしかないもんね。なんて話しかけたらいいのかもわからないし、どんな内容の話をしたらいいのかもわかりません。お互い下の名前で呼ぶ約束はしたのに、キューまた高まるね、何それ、やだちょっと何後期何、彼と私はと隣の席でした、隣の席でした、席重要、隣の席でした、すいません先に読むべきだった、隣の席でした、なら喋れるじゃないよ、今日もう教科書忘れなさい、じゃ教科書忘れちゃいなさい。ダメなのかな、今の平成ダメかな、平成ダメかな、ちょっとわかんない、教科書忘れてみな。話したのは肩ぶつけちゃって、まったくらい肩ぶつけて、あっ、いった、なにこれ、ありなの、あなた、アリスちゃんだったらどんな感じで話しかけますか、こういう話題とか振ったらいいと思うとかあったら教えてください、長文でごめんなさい。私だったらいつもイヤホンしてるんだったらねーって言ってねーって話しかけて、で反応しなかったら片耳取ってねーってひたすら言うかな。うざい、うざい。いや、でなんかもう何みたいな、何って嫌な顔されても、え、何聞いてんのいつもみたいな、で聞かせてっつってこうやって聞いて、あ、この曲知ってるみたいな、知らなかったら、え、この曲知らない、何の曲とか誰の曲とか、ちょっと無理やりねじ込んでみる。
でもそれができないんだろうな、ねるちゃんきっと。できないんだよね、できないんだよな。無理やりずずしいからな、そういうところ。結論、その中村葵に対しては、とりあえず消しゴムを借りるか、こっちこうちゃんの意見、イヤホン片耳外すかです。私絶対イヤホンいいと思うんだけどな。無理やりでした。なんかもう私恋愛経験なさすぎてわからない、ごめんね。もうってことで恋愛含めですけれども、あの質問がある方、こんな私でよかったらバイバイ、あやねるちゃん頑張ってね、喋ってみてね、絶対喋れるから、絶対喋、バイバイ、ファイティン。 Twitter、Instagram、LINE の ID は横に書いてあります、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録してね。